いや最近さ、暴飲暴食しすぎて肌荒れえぐいんすけど、なんか肌荒れ直すいい方法ないっすか？しかも顔の右側だけやねん、左別に荒れてないんすよ。右だけ荒れてるんすよね、ブツブツが。なんか中学生みたいな肌になってるんですけど、なんかいい方法あれば、はい、教えてください。ということで今日は金本選手使っていきたいと思います。ランキング報酬で獲得するぐらい欲しかった選手、今回査定変更で登場したということで、まあ皆さんご存知超広角になりましたと。ただまあこれが完全な強化とか、まあ、弱体とかいうわけではなく、まあ、前回も前回で強かったんで、まあどっちがいいの可能性は正直行われてます。前回バージョンはこちらですね。パワーが若干高い、守備も身長ではなくて肩もね D 咲いてあるんですよ。最新バージョンは身長で肩が E と、まあ特殊すれば D になるんですけどね。まあ身長がどう出るかって感じよな。でこっちがねチャンス20丸で第3得のに広角打法ということで、まあ、能力流れ幅は圧倒的こっちなんですよ。まあでもチャンスっていう条件が渋い得のプラス、まあ広角の発動率が 10% 違うっていうので、まあ結構議論されてるんですけど、俺はどっちかといったらなんかチャンスバージョンの方が好きかもしれん。別に5、6番とか置いたら基本的にまあチャンス回ってくる確率高いからな。打順的に言ったらこっちは1番2番とかに置きやすくなったよねっていう話で、まあこっちもね十分強いんですよ、もちろん。あと俺が広角内バージョンの金本選手をある程度、まあ、知ってるっていうのもあって、だからこっちの広角出なくてもまあおまけ程度に考えてるっていうのもまああるかもしれない。いやもうカープバージョンも広角つけろっちゅう話なんですけどね。いつかちょっと広島の広角バージョン見てみたいところではありますね。ということで今回やっていくオーダーが阪神純正です。はいまあキャッチャー坂倉なんですけど、いや今年田淵選手が阪神バージョンに出る可能性が高いんで、そこで取って阪神純正完成させたいですね。ということで今日は1番において切り込み隊長やってまいりましょう。それでは行きましょう。島五郎さん対戦よろしくお願いします。俺またゴールドおるんかい。誰いつもなんか俺ゴールドっぽいしな。まあまあバッターの企画やから別にゴールドでもプラチナでもどっちでもいいですけどね。ピッチャーの企画はさすがにプラチナでやりたいんですけど、ここもマイナス。昨日からやっぱプラチナじゃない、ゴールドはあれっすね、マイナスピッチャー多いな。はい、まあ、すでに僕ルームとかで結構金持ちで使ってて、セリグハイのためのルームやってるんですけど、相当打ちやすい。ぶっちゃけえぐいめっちゃホームラン打てる。なんかだから、まあ、塩川はね十分分かった上でのこの使ってみたなんですけど、マジで強いよ。マジで強い。柔らかいで打球が、いやちょっと若干詰まったね今ので。来ました。いや逆にいいかも、なんかマルテとか使えるからフルパワーで。おいしょ。うわー、ゴールド台こういうところいいな。マルテマジでもう一回帰ってこんかな。 A ランクもう一回集め直したいわ。しかもプルヒ強化でなんか強なってんちゃうん、マルテ。うわー、打球は速いけど上がってくれんか。で大山選手はね広角板を連れてきてます。いやなんかやっぱ結局は広角に落ち着くんよな。広角バージョンがおるんやったら別にそっちでいいやろっていう。いやちょっとこの3、4、5番えぐいわマジで。俺掛布さん持ってないからな、掛布さん取ったらほんまにぶっ壊れんで。阪神純正始めようかな。来年はスピリグ阪神やな。打球速いやいいなマジで。わー楽しそう、使っててほんまに。てか実際楽しいし、この各球団こんな差が出るもんなんやな。で残念ながら来季ちょっと対談が決まっちゃいました、ノイジーです。まあ、ノイジーはマルテみたいにスピカイをすることないからな。で糸井選手は全くスピカイをしてないけど、糸井選手が3球団おるから、なんか各球団回ってくるのが3年おきっていうのがちょっときついよな。よし、いやライドラも多いんよな。うわ万波肩やば、あの距離からノーバンはえぐい。あとは鳥谷選手のライドラが出れば割と完璧。いやーマジか。うわ今のライドラやったら絶対抜けてたわ。ビーズリーがね今年私立、まあまだ S ランク出てなくて下位ランクしか出てないんですけど、ツーシームが E になって出てきてたから、まあ S ランク当たればちょっと継承したいところでありますね。月はい、つらげさん藤村さん、いや守備範囲広、さっきの月をなんか取ってからやたら早かったしな。坂倉をちょっと阪神に移籍させまして、よし抜けていくと。で回りましたね、ここも広角のみで85の87。いやいいな、ステータスだいぶ高い。いや最、うわ最悪そんな綺麗なゲッツある、クソ綺麗なゲッツでも最悪やマジで。まあマルテで打ったからよしとしよう、もうちょい待つべきやったか。はい、大山2打席連発やば、めちゃくちゃ打ちやすいねんけど。なんか右も左もバランスよく、俺よな阪神。
うわーマジか。っていうかマジ最近ほんまに暴飲暴食やばいんよな。まあ、まず肌荒れ直すというより暴飲暴食やめろっちゅう話なんすけど、まあ、食欲の秋って言いますしね。まあ、この時期ぐらいはいいかなと思ってバカ食いしてます。あの晩飯食った後に深夜なんか家系ラーメン食ってそのまま寝るみたいな。普通に食生活やばい。なんか食わな落ち着かん状況に陥ってる今。うん、助けてほしい。よし、いや、ナイス、マルテめちゃくちゃ頑張るやん。いや、そのガッツがいいね。さあ、相手は A ランクの外コバ選手だったんで、ちょっと勝ち込みたいな。さあ、徳野は、いや、発動率いいっすね、こう見ても。当たり前やけどね、やっぱ 50% の金本さん、あんま出んイメージあるから、チャンス20丸の方。そう考えると、めちゃくちゃ強いっすわ。この弾丸ライナーよ、マジで。本当に広角信者からすると、こっちの方が強いかもね。てか、金本さん、ほんまになんか、そんなスタイル変わったんかな？カープ版とあれで。で、金本さんのこと調べようと思って、金本智明って入れたら、なんか、その後の候補に、あの、金本智明逮捕って出てきたけど、なんか逮捕されたの、金本さん。なにこれ。でももしかしてあれかもな、甲子園は左バッターがやっぱホームラン打ちにくいって言われてるから、スタイルチェンジをした可能性は全然あるな。そうやったら逆方向狙おうみたいなね、発想が変わった可能性は全然ある。その分カープバージョンはまあ足が速いからな、そこはメリットなんですけどね。いや、大山、おお、3打席連発か思った。え、いったいった、やばじゃね。もうこれ実質あれやで、4本ホームラン打ってるみたいなもんやで。めちゃくちゃ打ちやすいな大山。これ実質5打席連発っす。なんでこんな打てるんやろ。広角応援も久しぶりに使ったけど、めっちゃエグいわ。全然広角出てなかったけど。あ、やばい。おい、なんで同じ右のアーティストでこんな変わんねん、打席内容。よし、OK。あれらしい、金本さん。入団後2年間は、全く芽が出ず、まあ、年下の前田さんとか江藤さんに追い抜かれて、なんなら当時の大コーチから、転がして足を生かせ、と言われるほど非力やったらしい。え、そうなん。あ、そうなんや。もともとそういうタイプやったんや。外野守備も送球を地面に向かって投げてしまう悪癖から、モグラ殺しのあだ名が付けられるほど、本人曰く首を覚悟していたという。おもろ。そんな時代知らんわ。それからの悔しさから筋力トレーニングを本格的に取り入れて、まあ今のスタイルを手に入れたと書かれてますね。ほう、やっぱ筋トレって偉大やな。なんかギータとかも筋トレして覚醒したみたいな言われてたしな。やっぱ筋力は正義か。俺も筋トレして、ちょっとこの暴飲暴食低たらくな生活に終止を打とうかな。久しぶりにオマリー使っていい？阪神ジュース、あれオマリーもおるからな。まあスピ解放結構難しいけど、オマリークソ強いから、オマリーマジで埋まってるからね。はい、殺しました。クソしょぼいヒットで。いやマジこれ阪神純正で動画出したら、あの主役の金本さん以外も結構キャラ濃いから、動画全然打席回せんっていうね、金本さんの。はい、甘いヒット量産。そう、普通だったらここでヒット打って、はい次の試合ってなるけど、もうマルテも見せたいやん、で大山選手も見せたいやんってなると、次の藤村選手もバースも見せたいし、回らんっていうね、キャラ濃すぎて。はい、えぐー腰の回転で、今現在、3打席連続ホームラン中の大山。いや、ちょ、あー、外角振ってもうた。ほんまに連発狙いに行くんやったら、ちょっとインコースバリやったけどな。まあ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 、じゃあバースまで見せて次の試合行くか。ちょ待って、ちょ待って、藤村さんなんか打たれへんな今日。あ、気持ちいい。なんじゃこの打線。ちなみにアルカンタラ俺まだ持ってるからな、今回ちょっと先発で持ってきたけど。はい、でまた広角発動、もうほぼ広角出てるわ。え、強っ。こんな出てくれたらな、それは助かるわな。いや、えぐすぎるえぐすぎる。それはこれね、広角の方が強いかも。よし、金本さん最後の打席回りました。いやー、ここで広角が外れるか。いやー、出てほしかったけどな。ピッチャーは田口選手ね。おえー、入れてこいよ、そのスローカー。かっ飛ばしたろ。いけいけ、うわ出た。金本ライナーもよくあります、これ。